林田純平と申します。チェロっていうこういうバイオリンの大きいやつを担当させてもらってます。なんかその前にワンっていう豆腐ビーツさんスタッツ君が一緒にやってる曲を参加させてもらって、ちょうどそのアルバムが出たか出ないかぐらいだったんで聞き直したりしてたから、その前のワンをどうしてるかなと思いつつ、ちょうど話が来たんでおーっと思って楽しみに行きましたね。豪華だなと思って、で蓋開けてみたらこう演奏陣も歌い手も皆さん素晴らしい方で、まあ知り合いもいたりして、すごい楽しいなスタッツ君と思って、やっぱスタッツ君周りというか仲間たちがやっぱいいよなと思って、からこそその楽曲ミラージュがすごい素敵になってるなと思って楽しみですね。まあとっても豪華でかつ、スタッツ君らしい、音楽性とビートとだったりするので、いろんな総合的に楽しみにしていただけると、いろんな音を聞いて楽しんでください。